いくらヒットさんが強くても70人を相手に勝利は確実ではない。残りの人選が鍵を握る。だとしたらやっぱりあの人しかいない。懐かしい声を聞いてついつい足のことを忘れていた。いやー、それにしても久しぶりだな。君の活躍は聞いている。今やサイヤ人精鋭部隊サドラ防衛隊のエース。隊長が鍛えてくれたおかげです。元隊長だ。はい。それより新しい力を手に入れたそうだな。見せてくれないか。はい。はあ。おお、なんというパワーだ。君がいればこの宇宙も安泰だな。実はそのことなんですが。ん？何？宇宙が。お願いします。力の大会に参加してください。連想さんの力が必要なんです。俺はもうサダラ防衛隊を辞めた身だ。それにもう俺の足は昔と同じ力は出せなくても、大会は80人によるバトルロイヤル。連想さんの戦闘経験は必ず役に立つはずです。買いかぶりだ。お願いです。宇宙の存亡がかかってるんです。連想さん、今の俺にそんな大層なものを背負うことはできない。どうしてもというなら妹のカリフラを連れて行け。え、あのカリフラさんですか。不服か。いえ、そういうわけではありませんが、カリフラさんはどうも苦手で。ただのチンピラに見えるかもしれないが、カリフラの潜在能力は遥かに俺を上回っている。え、あの人が。 Here comes a danger up in this club. When we get started, man, we ain't gonna stop. We gonna turn it out till it gets too